2000年代にグラビアタレントとして大活躍していたものの、数年前に突然姿を消した夏川淳さんの近況をニュースサイトニュースポスト7が報じ、すでに芸能界を引退していることが明らかになりました。夏川淳さんは本名の平山奈々名義で1999年にグラビアデビューし、当時のプロフィールでは1980年生まれとしていましたが、2003年頃に別の事務所に移籍後、生年月日を1983年に変更、年齢を3歳サバ読みして19歳という設定で再デビューし、グラビアやタレント活動で人気、知名度が上昇する中で、2006年に同級生という人物が週刊現代の取材に応じ、3歳サバ読みしていることを告発しました。その後も東京スポーツなどによって年齢を5歳サバ読みしているとも報じられました。これらの報道で大きな騒動に発展する中で、夏川淳さんは当時準レギュラーを務めていたアッコにお任せに出演し、私23歳でございます、本当です、今年9月で24歳です、顔が似てるお姉ちゃんが28歳、母と並んだら3姉妹と言われるくらい似てますから、エトはイノシシです、本当に23歳ですなどと必死に弁明し、年齢サバ読み疑惑をきっぱり否定しました。しかしそれから2週間も経たないうちにブログでお騒がせして、申し訳ありません、私の本当の年は1980年9月19日生まれの26歳ですと、年齢を3歳サバ読みしていたことを認めた上で、その理由については、今の事務所に移った時スタッフと相談して名前も変え、生まれ変わったつもりになり、また10代の方々に応援してもらいたい気持ちが強く、19歳ということにしてしまいましたと説明していました。この年齢詐称騒動によってイメージが悪化し、その後メディアへの露出が減る中で、2011年1月にレストランを経営する1歳年下の一般男性と結婚、2013年9月に第一子の長女を出産、子供が誕生後はマイペースに活動していました。ですが公式ブログの更新は2017年9月を最後に更新が停止、同じタイミングで当時所属していた芸能事務所の公式サイトからもプロフィールが削除され、完全に表舞台から姿を消して、あの人は今状態となっていました。それから6年が経ち、ニュースポスト7は夏川淳さんの近況を確かめるため取材を行い、10月下旬に東京都内で夏川さんを目撃したといい、住宅街を歩く夏川は少し落ち着いた雰囲気で黒髪姿になっていた。夏川を目にするのは7年ぶりとなるが、全盛期と変わらないスタイルで、時折道行く人との挨拶で見せる笑顔も当時と変わらなかったとしています。本人に直撃取材も敢行し、近況について聞いたところ、もう芸能のお仕事は辞めているんです、もう引退していますと芸能界引退を発表し、引退時期についてはもう随分前になるのでと答えたそうで、近しい関係者にも取材したところ、子育てに専念していて芸能界復帰は考えていないと明かしたとのことです。これに対してネット上では、いたね、懐かしい、同じ事務所の熊田曜子、安田美沙子と3人で売り出してたよね、幸せそうで何より、変にママタレ目指すよりかっこいいと思う、旦那の稼ぎがあるなら無理して働かなくてもいいもんね、仮に今更出てきたところでママタレ枠なんて飽和状態だし居場所ないよね、昔のことを語るにしてもそれももう他の人がやってるし、幸せなら引退して静かに過ごすのが一番賢いと思うわ、などの声が上がっています。夏川淳さんは事務所を辞める1年半以上前に、週刊朝日芸能でのテリー伊藤さんとの対談の中で、結婚し子供が誕生後もママタレとしての仕事は増えていないことや、結婚当初は六本木でバーを経営していた夫がレストランのオーナーシェフを務めていると明かし、2015年にオープン当初は店の手伝いをしていたとも語っていました。自身の今後については、
これから何をしたらいいんだろうっていうのはありますね。かといってどういう方向へ進めばいいのかわからないし、子どもの幼稚園もそろそろ決めなきゃいけなくてどうしようとか、結構くよくよするタイプなのでいつも悩んでるんですと語っていました。夏川淳さんは年齢詐称や結婚、子どもの誕生によって露出が減っていき、地方ローカル番組などにも出演していましたが、正直タレントとしてこれといって目立つものがあったわけでもなく、本人も子育てなどで忙しくなって仕事よりも家庭を優先した結果、芸能界引退を決断したとみられ、引き続き家庭を大切にして幸せな生活を送ってもらいたいですね。